もう昨日ですね、私番組中に父と一緒にトイガーという猫ちゃんを見に行ったよっていう話をしたんですけども、私の父かなりレギュラーくらい、準レギュラーくらい私の番組に登場してるんですね。何回も話の中で、そうなんですよ、こうでいつもパパのってね、コメントの皆さんにもなんか人気になってですね、そう準レギュラーくらいもう私のお父さん登場してるんですけども、昨日ですね、もう番組が終わった時に母から連絡が来て、トイガー見に行った時私もいたよねってちょっと拗ねちゃっててで家に帰ってもすごい拗ね気味だったんですよ。なんかママいつも出てこないみたいなパパばっかりみたいな感じで、そう皆さんママのがですねかなりすね気味なんですね。もうすごい可愛くって可愛くってごめんねいたよねって。確かにでもなんか父はかなりこうトイガーだ可愛い可愛いみたいな風に結構感情の起伏とか表情とか表現とかも大きめなんですけど、母はそんなにトイガーにも食いついてなかったんですよ。そうだからうっかりちょっとね母の名前を出すのを忘れてしまいまして、いや昨日非常にですねスネーママのが可愛かったんですけども一生懸命ですねなだめました、ごめんねごめんねってすごいなんかね機嫌が悪くなった女の子をね機嫌を直してもらうのに一生懸命な男の子みたいな構図になってですね、もう私と父ヒヤヒヤしながら言ってました。いやでもね母はもう私と父からしたらそういう表情とかね態度とかが可愛いんですよ。そうなのでね、そうやってちょっといじりたくなっちゃうんですけども、これからはね何かと母も一緒に出してあげなくっちゃなと昨日ちょっと反省しました。はいそうということで今日はですね、そうフォローをして絶対登場させるぞって決めてたのであれもう一個あったんですよ、こう番組開始前にLINE が届いていてこう連絡が来てたんですけど、話が全く噛み合わないんですよで何の話してるのかもちょっとピンとこなくて、えっと思って送る人間違えてないみたいなって言ったんですけど、なんかずっと送ってくるんですよ。だからリノンだよって言って、あごめんね忙しいのにみたいな、もうほんとそういう感じなのでね、もうお母さん可愛いなと思ってそうね、多分ね姉に送りたかったと思うんですけども、よくありますねこれは、兄弟姉妹あるあるじゃないかな、母から姉とか妹に送るはずの連絡が届くっていう、結構ねうちの母はあるんですけども、そうママの絶対天然ですよね、うん絶対天然だと思う私でもそういうこと言うと違うからってしっかりしてるからっていうのでね多分私も母の血をね受け継いでちょっと天然って言われることもあるのかなと思うんですけども、2人してねそう言われると、いやしっかりしてる方だと思いますとか言っていや似てるなって思いますね、うん、そうということで、お母さんも今日は登場させてみました